はいどうも、174日目のドラム練習です。今日は48ページ6連符を使ったタム回しからやっていきます。はい、じゃあ20分ちょいほど練習したのでやってみます。で、昨日の動画で言ってたんですけど、この練習パッドの上にタオルを引くとすごい消音効果があるということで、それで練習しました。で、やっぱりすごい音ちっちゃくなりますし、でもそこまで感触悪くならないっていうか、許せる範囲っていうか、そんな感じなので、ちょっと弾いたバージョンと弾いてないバージョンの音を先にちょっと出してみようと思います。まず弾いてないのは、こんな感じの音で、パンパンいますよね。で、これでやると、結構大きい音がします。うん。で、騒音問題が全然ない方だったら別にそれはいいと思うんですけど、ちょっと騒音が気になる時間帯にやるとか、ちょっと環境的にっていうところがあると、このタオル引くと相当良さそうです。というわけでやってみます。テンポ100です。目標テンポ110なんですけど、ちょっとそこまで届いてない感じで。でも1周目95だったんで、5だけ成長した感じですね。まだちょっと焦りまくってやってる感じなんですけど、一周目より成長できてよかったかなと思います。で、このタオルの効果も高いですよね。今日ちょっと遅めの時間帯から練習始めてまして、それでちょっと音気になるなというところで、今日はちょっとタオルを引いてやっていこうと思います。で、今日はこうやってタオルを引いてやっていこうと思ってるんですけど、実はちょっともう一つ新しいアイテムも買いまして、それ今度撮影することになるかなと思っております。というわけで次のページ進みます。次は49ページ、8分音符から6連符の、チェンジアップになるのかな?です。はい、じゃあまた20分ほど練習したのでやってみます。目標テンポ100です。タオル引いてやります。後半のメニューの足がバタバタしてたんですけど、良しとします。あと20分あるんで、もう一メニューいけそうですね。じゃあ次でフレーズレシピの半分です。50ページ、16分音符から3連符に行きます。はい、じゃあ終わりまで練習したのでやってみます。テンポ135まで来たんですけど、目標テンポ180で、かなり遠い状態です。で、明日に持ち越してやろうかなと思ってます。っていうのも、この16分音符から3連符のこの移り変わりが1周目確か相当苦労したっていうか、なんか変な感じだったんですよね。ちゃんとできてないっていうか。で、1周目目標テンポ180までやったんですけど、なんか納得いってないなーっていう状態だったんで、今回はもうじっくりじっくりやってったって感じです。で、1周目より今いい感触がありますね。まだテンポ遅いんですけど。まだ、ここダメだったなとか、今良かったかなとか、そんな感じでグラグラしてるんですけど、一周目よりは成長できて良かったかなと思います。はい、というわけで174日目のドラム練習でした。いや、あれですね、なんか一周目で気づかなかったあらとか、あと、一周目でちょっとなーなーにしてしまったところをなんかやり直したりとか、
なんかそんな感じになってますね、2週目は。まあでも全然悪いことじゃないんで、これでいいかなと思ってます。で、まあ今日タオルを引いてやってみたんですけど、本当に消音効果がすごくて大満足です。で、フェイスタオルを、まあ、こう2つ折りにして今やってるんですけど、まあ4つにすればさらに、なんかこう、もふっとした音になります。でも意外と感触はあるんですよね。だからシングルストロークも、できないことはないっていう。まあ騒音で困ってる方、ぜひやってみてください。じゃあ今度新アイテムも届くんで、次は多分そのレビューですね。というわけで明日も頑張ります。お疲れ様です。